はい、どうもコウマです。今日もシティーズスカイライン実況やっていきたいと思います。ですね、前回実況の後で、いろいろコメントいただきまして、ちょっとだけ、今実況始める前に変えてみました。まずイオンショッピングタウンの横にある、高速との接続する道ですけれども、すげえぐっちゃぐちゃだったので、一旦ちょっと綺麗にしました。で、ここの道もね、最初細かったんですけど、そこがボトルネックになりそうですよねって話だったので、ちょっと太めに、太めって言ってもまあ、4車線ですけどね、にしております。あとね、初めて、見て、バスレーン、つけてみました。最初ここもともとね、2車線一方通行だったんですけど、バスレーンをつけてみました。これさ、あれなんだよね。バスレーン付きの一方通行ってないんですよね、これが。ないんですよ。バスレーンはね、普通の4車線道路バスレーン付きか、6車線バスレーン付きしかないんだよね。あと一方通行ついてるのはバスレーンないんですよ。残念。はい。で、今回はですね、テーマとしては、もっと高速道路を使ってほしいよ編です。もともとこのマップのスタート時点から、ここの高速道路、ここね、引いてあって、で、こっちももう一本あるのかな？これもそうですね。これも、こちら辺にビーッと引いてある、全焼した。ですけれども、この高速道路をね、もっと、街の、世紀末シティ Z の方々に、いっぱい使っていただきたいと、思いまして、もっとインターをね、作ろうかな、というところでやっていきたいと思います。やっぱ、ここが混むなぁ。ここにトラックが結構これ来てるでしょ。これバンギガストア、これさ、あれだよね、商品配送中メガショッピングセンターとか書いてあるけどさ、書いてあるんだけど、行き先も一発で知りたいよね。こうやって今ハイライトしているバンがこうふわーって出てるけど、ふわーってそれがさ、行き先にもふわーって出てほしいんだよな。それ超いいと思うんだけど、今だとさ、追跡スルーでね、ずっと見とかなきゃいけないからさ、どこ行くんだろうこいつ。ハーバード大学を前を通って、そこ、ここ、ここら辺は商業区域か、ここ。でもここは特殊だよね。ここだけポツーンと商業区域あるだけだもんな。あー、混んでる混んでる。あー、こっちに曲がる。はいはいはい。メガショッピングセンター。はぁ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 。まっすぐ行って、かな、そこのロータリー入っていく感じかな。あ、違った、曲がったよ。あー、そっちに入っていくんだ。ここら辺はね、これあれかな、多分これさ、4車線道路で真ん中に中央分離帯があるから、まっすぐこっちからこうやって来れないんだよね。この道変えるか、鹿がちょっと下がっちゃいますけど、それかもう6車線にしちゃう、それもありかな。6車線にするデメリットがね、本当に維持費ぐらいしか思い当たらないので、
じゃねえの。とりあえず混んでるところ全部6車線に出ればいいんじゃねえの。ああそうか、なんか一つだけ確か中央分離帯のメリットがあって、勝手な右左折ができなくなっちゃうから、道の途中でさ、こう走ってきて、この右側の建物に用があるって車が急にここがウィーってこう曲がってこっち入っていくんだよね。その時に当然、反対車線から来た車が一瞬止まったりするから、それでちょっと渋滞の原因にはなったりするらしいんだけど、まあビビたるもんなんじゃねえの。これでどうだろうね。お、ゴミ収集車部隊が、さあこれでだいぶやりやすくなったんじゃないか君たち。どうだろう。あ、なんか空いたんじゃない。うん、空いてきた気がしますよ。お、いいじゃんいいじゃん、オッケー。あと同じような、ここも混んでますな。わー、ここもほらトラック系が多いよ。トラック系はどこに行きますか。まっすぐ行きますね。どこに行くかというと、ひたすらまっすぐ行くね。もしかしてまだ直進だよね、きっとね。おーい。どこまで行くんだ、君ら。あ、もしかして新しく作ったここの商業地区に行くのもいるし、行かないのもいるな。ここら辺も混んでるね。ここの商業施設も名前付けよう。急に思い立ったけど。地区を、はい、エンパイアバレー、かっこいいな。そんなかっこいい名前は許さん。札幌にあるたぬき工事を、真似てここの商店街の方々は頑張って、アーケード街を作ろうとしたんですけれども、頼んだ建築業者が悪いところでね、ちょっと業者さんサボっちゃって屋根をつけなかったんで、ここの名前は手抜き工事ということで。はい、屋根のない手抜き工事的な感じで頑張っていただきたいと思います。で、手抜き工事に結構来るトラックが多そうなので、こっからさらに高速をここにバコーって伸ばしてあげたりすればいいのかな。もうちょっと街の中に入る、今さ、高速は縦しかないから、基本縦なんですよ。ここ縦ビヨーっと来てる。こっちも縦。途中からは横だけども、街中入ってないからさ、この高速。横に伸びる高速を作ってあげたい。で、パッと思いつくのは、この辺りかな。ここら辺ちょっとスカスカまでいかんけども、うん、この辺りにこう高速を通してあげるとみんなハッピーなんじゃないかな。え、ちょっと高速作るの俺初めてだからな、できるかな。ちょっとハイパーマーケット邪魔だな。場所移すか。これちょっと場所を移しましょう。この辺りに移すか。もともとここにあったけれども、この辺りに移す。バス停がちょっとおかしなところになっちゃったけどね。ここに人が来るかと言われると微妙な気もしますけども。あ、でもこれ待ってる、もしかして。すごい、バス待ってんじゃん。しかし残念、バス停は変えます。違いにしましょう。ここ、え、待って、ここにして大丈夫？ここにすると、帰り道大変じゃない？ああ、大丈夫だね。うまくロータリーに入っていくから。平気平気。
あれ、これはこの電線はハイパーマーケット用の電線か。いらないね。あ、そうだ、あとコメントでもらったんですけど、電線って高くできる、背を高くできる。あ、本当だ、すげえ、知らなかった。しかも建築費は変わらない、お得。へえ、防音壁付きですよ。やっぱり音がうるさいのか。これを直線で、直線だっつってんの、なんでこんなグニャって曲がってんの。じゃ直線だっつってんの。あれ直線だよね。から直線、え、あれかな、角度がつきすぎてるからか。もう一回こうやってからの直線いける。あ、いけるね。で多分これ背を伸ばしてあげないとダメでしょう。おー、真ん中行きますね。でもちょっとそこをさらに上行きたいから、1個ぐらい伸ばしとく。わー、建築費かかるね。まあ、とりあえず作るよ。はい。あ、行けますな。行けますね。お、すげえ。おー。すごい楽しい。こっからこっからで、どうしたいかというと、こいつ ここにくっつけたいんですよ。直接バコーンってくっつけれるんだっけ、これって。やっぱりこんな感じしなきゃいけない。うわ、複雑。これを作るだけのスペースが必要だよね。ここ全然ないけど。待てよ。まず、順番に行こう。この高速を、まず平面にしたいです。そのために、線路を地下にしましょう。はい。はい。はい。こんな感じ。はい、地下にしました。はいはいはい。で、ここだけ防音壁ありになってるからちょっとなんか違和感あるけど。で、お待ちかね、こいつをからこう引っ張って、うわ、科学館の上とか飛び越してみて、いけるのか。あー、ダメだ、でかすぎる科学館が。え、科学館移転か、これ。じゃあこの景色すごい好きだったんだけど、科学館前しょうがないね、移転だね、これは。大解消のためなんや、堪忍やで。この辺りに移転しますか。ほら、おお、いや、これはこれでなかなかいいんじゃない。おお、いいじゃん。で、ここがスカスカに開いたので、おお、さく、おお、来ました、ついにここまでやってまいりました。え、来ましたけど、どうしたらいいですかね。ここからちょっと待って、これ参考にしたいな。あ、そっか、1本だけじゃダメだよな、2本必要だよ。うわ、大変だ。めっちゃ今更だからこれ大変。1本分しか通してない、しまった。ちょ、あ、え、あ、うん、
結構これ大変。これが邪魔だよ、これ。これなんだよ、これ。なんだか、ボン。ブランデンブルクボン。これも移転、移転。こっち。駅かー。駅はなんぼなんでもきついかなー。こっち側から行くか。からちょっと待って、汚いな。曲線にしよう。いや、ダメだ。曲線だとうまくいかない。しょうがない。ちょっと汚いの覚悟で直線で行かせていただきます。こうだ。うわー、家を何軒か壊す。ないと思います。いや、ここだと壊れないな。こうして、はい、よし。あー、微妙に高さが違うのがちょっと、いや、でもそれはそれでなんかリアルの高速っぽいな。うんうんうん、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫だぞ俺。これは方向が逆かな、もしかして。そうだね、逆ですね。はい。でもいっぺんにやりたいよな。で、つなぎましょう。とりあえず今こっち側から来て入っていくところは OK。こっから出ていくところか。こっから出ていくところを作ってあげなきゃいけませんよ。ね、うん、まあうん、まあうん、はい。まあ微妙なちょっと細かいところはね、後から直すかも。断言しないけど。そうか、ここ直接高速じゃなくていいのか。なんかもともとあったジャンクションとか見ると接続道路にしてたような気がするな、おじさん。こんな感じかな？どうだい？一本なのがちょっと気になるけどな。でもこんなんじゃなかった？ここら辺って。そうだよね。そうなんですよ。一車線なんですよ。だから僕もそうするんですよ。で、あとは、こっから、今度は、上に参ります。わ、結構、もう急カーブだけど、まあ、ジャンクションってこんなもんだよね。はい。で、もう一個も作んなきゃいけないですが、ちょっと俺のウルトラテクニックで、こっから、こっから、下を通、あ、下通んないですね。こっから下を通んないですね。あれ、ここ通、下通せない？足りない高さ。もうちょっとこれは離すべき？そうしなきゃ多分ダメだね。これもうちょっと離すか。ほんとね、こだわり出すとキリがないよ、このゲーム。で、あとは今度はこっち側から、さあ、こっからが俺の腕の見せどころ。噛んだけど、見せどころだぞ。ちょっと待って、これ。なんか気持ち悪いな、なんか、ミミズっぽい。あ、いいね。いいよ、いいよ。あ、いいよ、いいよ。これじゃん。これでいいじゃん。見た目はまあ、ちょっと、キモいけど。いやいや、まあまあまあ、俺にしたら上出来だよ。こう来て入っていけます。こっち側からも入っていけます。出ていけます。出ていけます。
もういいんじゃないですかね。あとはこっち側か。ここすごいな。すごい。ナチュラル感ゼロ。で、今度はこっち側、ちょっとこっちが難しいね。俺今回これだけで、一回、動画一回分使っちゃうんじゃないかって気がしてきた。これを、まあ、一番簡単なのは、これ一番簡単ですよね。こう繋ぎます。で、反対側も、こっち側に伸ばしまして、できない、ね。まあ、これに干渉するのか。干渉するな。ちょっと、こっち側どうなってる？参考にしたい。どこだっけ？これか、これ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 。なるほど。合流したい方にまっすぐこうピッて引くんじゃなくて、一回こう、ちょっと右にこう曲がって、右にこう曲がってこう行くのか。勉強になる。わかりました。少し、カーブをつけての、こうですね。うん。で、反対側はいきなり、最初から、ガチ上げをして、で、こう？こう？すっげーカーブ。はい、この要領で反対側もですね。よし、両方とも繋がりました。さあ、これで使ってくれるかな？ちょっと見てみましょうか。スタート。どうだ？すげえ必死に作ったけど、全然需要がない、もしかして。まあでもそこそこって感じだね。そんなにがっつり使ってくれはしませんな。やっぱりこっち入ってくな。なんか小学校低学年が切ったハサミみたいになってるけど。カクンカクンって。ほんと滑らかに切ろうよ。あ、でも結構来てるぞ、車。いいんじゃない？君らどこに行こうとしてる？ちょっと追跡していい？あなたとか、コリックス工業、追跡します。出たー！おっと待って。おっと待って。いや、待って待って。今回はでも、オートセーブを俺してるから。オートセーブしてるから大丈夫なはず。こっからか。まあでも、うん。最後の、一作業だけだよね。こっち側はできてるもんね。そうだね。最後のここを突くで、だけで、済んだね。オッケーオッケー。オートセーブ大事。マジ大事。オッケー。よしよし。え、やっぱり、街の規模が大きくなると、エラー率も高くなったりするのかな。そんな気がするな。このゴミ収集車はどちら方面に？あ、ちょっと今、陸橋中だからダメか。はい、ゴミ収集中。さあ、今度はエラーなんだよ。お、そちらに。で、お、入ってく。あったかハイムフィーチャリング川。いいっすね。このあたりはアウトレットショップ。害虫駆除車だって。あー、いいねー。頑張って作った甲斐があったよ、高速。もうちょっと滑らかーに作りたかったけどなー。なかなか熟練の技が必要だよね。
お、あ、こちらに入っていく。あ、モンシリコンバレーか。ここまで来るんだ。うわ、すごいとこまで来るね。この道のりは果てしないね。うわ、すごいね。そうだよね、これ確か商業施設だったはず。うわ、着いた。いや、すごいね。ああ、そっか、今の害虫駆除車とかはこの商業施設、これ商業だよね、確かね。そうだね、商業とオフィスがあるのか。まあちょっととりあえず名前つけようか、この商業施設。よいしょ。はい、ここの商業施設は窓際オフィスにしました。で、窓際オフィスにさっきの害虫駆除車が来たルートは、まあここから高速通って、新しく作った横の高速ですね。で、通って、ここで、こっち側に来たんだよね、確かね。で、こう来て、降りて来てるから、そんなことしなくても、ここまで来て、ジャンクション通って、縦の高速乗ったら、まっすぐ下に来て、ここで、ね、一般道に降りれるように、インター作ってあげれば良さそうな気がするね。高速をもっと使ってほしいという、今回のテーマに沿いますので、やっていきましょうか。ただこの線路が邪魔だな。どうしようかな。また線路地下化するか。はい。で、あとは、この道をもうちょっと、陸橋を短めにしてあげます。こんな感じ？はい。で、やっとこれで晴れて、インターを作れますね。うん。そうです。これがやりたかったんですよ。さあ、どうだ？縦からもいける。横からもいける。いけるよね。うん。うん。使ってくれるじゃん。結構信号待ちが長いのが気になるけどな。こっちの方はどうだ？ああ、ここがあるか。あ、ここすごいな。ここ混みますね。ここ一通でもいいぐらいだね。ズーにしてみた。これで信号がなくなって、ここがスイスイ進むはず。で、ただ、地区が、そうだよね。一マス分空いちゃうから、もともと4車線を2車線一通にしちゃったんで、なんで4車線一通ってないんだろうな。超欲しい。ああ、これでスイスイいけるでしょう。おお、すごい並んでる、ここ。やっぱり、さっき作ったインター使ってくれてんじゃない？もしかして。ほらほらほら。お、すごいよ、結構いくぞ。これは当たりだったね。ああ、いいんじゃない？だいぶ流れようになったよ。うん、オッ
OK, OK. もうみんなここ入ってくね。すごいな。うん。ここの高速もね、だいぶ使われるようになってきた気がするよ。で、それに伴いまして、ここもそんな混まなくなったし、あともう一箇所。これか。ここも車減ったんじゃない？減ってるよね。おい、いいよ。感じじゃないっすか？ほら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 。お、なんかすごい減ってない？ここら辺。めっちゃ混んでたのに。おお、高速すげえ。嬉しい。はい。お、なんかすごいスッキリした。じゃあちょっと今日はこの辺りでおしまいにして。次回は、人口を増やしていきましょうか。はい。そっち、RCI メーターに餌をあげる方法でやっていきましょう。はい。良ければチャンネル登録、また面白かったら動画高評価していただけると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。